トリニティ大学はテキサス州サンアントニオに本部を置くアメリカが市中国の私立大学である1869年に設置された。同学はサンアントニオのダウンタウンの北約5キロメートルに117エーカーのキャンパスを構えている。もともとは州北東部の手若菜で創立し1902年にダラス南港のワク枠差8位に移転した後1942年に メソジスト系のサンアントニオ大学が破綻すると、そのキャンパスを引き継ぐ形でサンアントニオに移転した。現在のキャンパスは1952年に完成したものである。テキサス州有数の名門リベラルアーツカレッジである、同学はティーチングアシスタントを置かず、学生体教授の比が9、1、平均クラスサイズが21人という少数、精鋭性で、 学部教育に力を入れており、学部生は約2400人に対し、大学院生は約200名である。同学は学部で42の専攻プログラムと57の副専攻プログラムを提供している。また、大学院では会計学、保健学、学校管理学、児童、生徒心理学、教員養成の5つの分野で修士の学理を授与している。 同学は US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは西部の地方区の大学の中で1位という評価を受けている。ありがとうございます。